市市月見のの5丁目にああるる東急電鉄田園都市線駅駅である駅番号は dt 26ホーム相対式ホーム2面2線を有する地上駅。トイレは以前まで構内に設置されておらず、駅舎裏の交番のさらに裏手にある、山都市公衆便所が、その代用であったが、2007年に改札構内に、新設された。多機能トイレも設置されている。 以前は改札外に売店、トークスが存在したが、駅改修工事に伴って2020年3月27日で閉店し、駅構内を含めて物販店舗が廃止された。近年の1日平均乗降人員と乗車人員推移は下記の通り。すぐ近くを国道16号、八王子街道が通っており、ザマ街道やほどがやバイパスへのアクセスも容易である。 大型の店舗は駅の近辺よりもこれらの主要道路沿いに集中している。徒歩で中央林間方面に行く際にはかなりの高低差がある谷を経由することになる。以前は駅前に東急ストアやスポーツクラブがあったが、いずれも2001年に閉店しており、跡地はマンションとなっている。なお、東急ストアは2020年3月に小型店舗、 東急ストアフードステーションとして駅前に再出展している。大和市の自転車通行空間整備事業により、2014年と2015年に駅周辺の市道に自転車通行帯が整備された。駅周辺に月見草が生い茂っていたため、月見屋と名付けた。なお、開発と同時期に遺跡発掘が行われ、この遺跡は月見屋遺跡群と命名された。 ありがとうございます。